こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才ショート作成。右投げ両打ちのショート、フォームはフォイボス。好きな球団は友澤くんから阿部ひねらいで西武でいきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン。星163。悪くはないね。ただもうちょい欲しいな。22いいよ。2いいよ。2いいよ。すごいすごい。やる気ボーナスなくても2が出る。ありがたいね。さあ、箱取って。補給。まあまあまあ、ショートですからね。それは大事ですよ。ナイス回復。連続で回復していく。選手に相手、基本能力プラス7。それでかいんだよな。でっかちゃんだよ。もらいましょうか。でっかちゃんしっかりもらって。よし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 。で、総力を取る。いいね。いいいいいい。DDD。守備型だ。そして宝箱が捨て身をある。よいしょ。弾道取る前にやる気欲しかったけど。総力。弾道。あ、プラに行ったね。サンキューです。これで回復して、いやー、いい回復量。ヒーリングも動く。青になる。強。そうなったらやる気取って戻りーぬ。いいね、いいね。順調に上がってるよ。はいと。さあ、宝箱で何くれるかな。ヒーリングサンキュー。ミート。おー、なるほど。ハーク。いいね。やる気ボーナスも出てる。うわ、めちゃめちゃヒーリング動く。うわー、強っ。あ、もう弾道はいらねえな。こんなもんにしとくか。待って。300。捨て2で300を超えた。これ珍しいね。かなり上がってますね。捨て3。で、宝箱ね。捨て1、捨て2で、うん。どっちも取れたのは大きいんだけど。1、2、3。1、2。なるほど。パワーに変えるか。あー、違うな。これシャッフルだな。結局ここ抜けてきたところで、シャッフルしなきゃいけないんだったら、もったいないね。おっと、そっち行ったか。なるほど。はい。回復。で、降ってくるのが、ちょっとやだね。ったら、やだね。横列来ちゃうかな。横列来ちゃったな。守備。で、録音される。2でここ。2でここ。じゃあ、ここでいいや。お、ちょっと待て、ちょっと待て。死ぬカード、サンキュー。はい、OK。いやー、全然 OK じゃないって。なぜ、最後そこ、動いたのか。でも、神竜カードでワープするんで、見ててくださいと。なんと、無傷なことはなかった。あ、でも、全然食らってねえや。OK、OK、OK、OK。まあ、計画通り。よいしょー。で、もう一丁ここで回復する。落とす！いや、犠牲に一回なってくれって、なったのか。逆に今なったんだな。これちょっと後ろから失礼しまーす。うい、強心太陽さんな。オッケー。これで帰ろうか。うい。これでステ3終了。ステージ4。いい感じに上がってるよ。いやー、回復の位置が悪いな。これ木村さんだね。木村さんはしっかりと、対左。まあ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 。てか木村さん初級じゃなかったっけ？違ったっけ？いいよいいよ、しっかりと上がってるよ。いいね、A3 つ。6。宝箱カモン。いいね。やるね。先に来るは野球マン。1。どこだい？下側。なるほど。それは出れないから、これパワーにしちゃおうか。よし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 。いいぞいいぞ。で、早いなー。それはちょっと聞いてない。あ、止まった。ありがとうございます。サキュー。よし、これで残り、ここパワーをしっかり取って、宝箱で、パワー OK！ いいんじゃない？ 4-3-3 なんでや。逆だよ。はい。
補給、いいね。整ってきてる。落とす。いやー、ヒーリングが。ヒーリング落としたのつらい。もったいないって。はい。赤をなくす。今じゃねえな。はい。回復3球からの減少。うわー、結果チャラか。でもすごいまとまってるショートなんで、すごいいい感じ。好き。ゴールまでがちょっと辛いぞ。大丈夫か？はい。おー、ナイスシャッフル。このシャッフルでかい。これできれば、ミート、パワー、肩、守備。全部ワンランク上げたい。そうすれば綺麗になる。お、いいね。やるね。ワンチャン宝箱2個取りいけるかな？待って、1、2、3、4、5、6、7、8。いけないか。パワー、お！パワーある？パワーないじゃん。パワーないじゃん。待って、守備4出るか？ミートワンランクいけるな。幽霊っていう選択肢もあったんだけど、幽霊いっちゃうから、1、2、3、4、5。それしかないよな。お！戻ってきた！ナイス！オッケー、これ勝ち猛者ね。オール1だったら神。いやつかん。くっそー。パワーあと1欲しかったな。守備もあと2欲しかったな。それでもいい選手できました。ありがとうございます。ということで、まずはね、名前設定いっていきたいと思います。はい、名前設定しきました。名前、星。532から、小三治くんという名前になりました。いかがだったでしょうか？守備もできるショート。そして打撃はゴリゴリ。威圧感があるんで、どれだけオートペナント活躍できるか期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割3分5厘。第3位なんですけれども、ミート B でよく打ってくれました。威圧感が良かったんでしょう。ということで見ていくと、アンダース183で、こちらも第3位、いや2位か、第2位で、ホームラン36本はわずか1本差と、アジャさんが1位と珍しいんですよね。中田翔さんもね、同じ数で。打点127、こちらはトップ。見事打点王を獲得。ということで、ワンチャン三冠王も見えたんじゃないかなという今回の小三治くんでした。あとの数字はこんな感じで、ちょっと三振率高いかな。1割5分9厘。フォアボール98。もう少しで3桁だった。威圧感。で、盗塁は13個と。で、対左で、あれ？対左 C で、対左の方が打率低いと。右の方が打ってるって思うと、これは、本当にね、対左の数字通りであれば、能力通りであれば、ワンチャン本当に、三冠王、首位打者も取れたんじゃないかなと思います。OPS は一人だけ 1.0 を超えました。今回の小三治くん、取ったタイトルは、新人王ベストナイン、ゴールデングラブ賞、打点王最高出塁の合計5つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。